ユニクロも勝てない最強アパレル店、行列が絶えない超繁盛している店とガラガラなお店、みんなはどっちのお店に行きたい？そりゃあ行列ができてるお店に決まってるよね。でも世の中にはわざと閑古鳥を鳴かせていることで有名になったお店がある。ちょっと気になるからお店にお邪魔してみよう。お店に入るといらっしゃいませーといった威勢のいい掛け声はなく、通路の幅も他では見られないぐらい広くガラーンとしている。お洋服だってユニクロみたいにマネキンに着せるわけではなくハンガーにかけてあるだけ。店内 BGM だけが虚しく響き渡るのかと思いきや、なんと音楽すらかかっていない。そんなゴロゴロで大丈夫なんですかってこっちが心配しちゃう感じなんだけど、これらは全て狙い通り。通路の幅が広いのも買い物時には欠かせないベビーカーがすれ違っても当たらないようにする配慮。いつもガラガラで空いていることから子育て世代の人たちから熱烈な支持があり、今や店舗数はユニクロも超える1000店舗以上。もしかしたら君たちも昔お世話になったかもしれないこのお店、どこかわかったかな。明日は絶対に倒れない50の塔の謎。